はいみなさんおはようございますえ七時四十七分になりました XRP XLM ちょっと見ていきますがニュースからいきます XRP ヘルスケア UAE 商標登録で大きな節目を迎えると XRP ヘルスケアが UAE で商標を取得これは英国とウガンダで商標登録に続くものである XRP ヘルスケアの最近の進歩により同社は業界の先駆者となることが期待されています ブロックチェーンベース XRP レジャーベースのヘルスケアプラットフォームである XRP ヘルスケアは最近の進歩により Web3 分野で再び話題を呼んでいる本日7月12日同社は UAE で商標登録を取得しグローバル展開計画を加速させたことを正式に発表しました。 この発表はブロックチェーンベースのヘルスケアプラットフォームが世界有数の Web3 ハブで商標を取得したため業界全体ですぐに大きな注目を集めました。ここではグローバル展開の取り組みについて簡単に説明しましょう。ということで読んでいきますけど、えー、まず同社は、えー、本日アラブ首長国連邦 UAE で商標を取得することに成功して。 これは同社リップル社とともに中東への事業拡大を計画していることを受けてのものだとブロックチェーンベースの医薬品プラットフォームはすでに英国とウガンダで商標登録を取得していると一方ヘルスケアプラットフォームの公式サイトでは2024年の事業ロードマップが開設されています。これは M&A 合併と買収、 国際的なヘルスケアパートナーシップビジネスサービス機器のアップグレードをサポートするための300万ドルの資金提供など計画中のものが多く含まれているこれらに合わせて XRP ヘルスケアも先月合併買収の専門家であるホイットニー・リン氏を新会長に任命した全体としてはブロックチェーンベースのヘルスケアプラットフォームはここ数日で画期的な進歩を遂げていると。 興味深いことに UAE 商標は XRP ヘルスケアのブランドとロゴのライセンスを取得しようとしている企業を引き付け Web3 医療プラットフォームに利益をもたらすことになります潜在的なライセンスは病院診療所製薬会社医療機器メーカー健康及びウェルネスセンターに提供される可能性がありますこののベンチャーは収益の 創出に貢献するだけでなく同社を業界の先駆者として位置づけることにもなります XRP ヘルスケアの進歩一方最近開発努力はユーザー体験とサービスの合理化に向けた会社の揺るぎない姿勢を強調している同プラットフォームは最近供給不足への懸念に対処するために XRP から XRPH x r p ヘルスって読むのかなのスワップを機能を停止した XRPH は x r p ヘルスケアのネイティブトークンでありプラットフォームの分散型マーケットプレイスを介してヘルスケア製品やサービスに関連するさまざまな購入を行うために使用されるその間 x r p レジャーの ネイティブトークンである XRP の価格が今日0.4689ドルで昨日から5.15%上昇したことにも言及する価値がありますということでですねリップルはヘルスケア分野にも、えー、ヘルスケア分野でも事業を、ね、拡大させているようですはいここにはね 今説明した通りね XRP の価格がってに影響を与えてるようなねことを書いてありますけどね、うん、なんか XRP レジャーネイティブトークンである、うん、XRPH は XRP ヘルスケアのネイティブトークンであるって XRPH トークンっていうのがあるようです初めて知りました私皆さんはい とということでチャート見ていきましょう <laughs> はい一応この XRP ヘルスケアというね仮想通貨になるとかなうんえー、ありましたけど円建てで3.69円ということでドル建て0.023ドルということになっていますはい冷やしで直近で、うん、多少上がったのかなって言ってもほんと少しはね0.01ドル上がったぐらいかな0.0そうだね うん、0.0230.024だから0.001ドルぐらいの変化があったのかなはいちょっと7日間にしてみますけどね、うん、上場してからね思いっきり横に展開してで一気にまあ下落したというような感じのチャートになってますねえー、ビメキシコ、うん、あとビットルー かな。うん。さあ,あの主な取引所としては一、二、三、四、五、五か所でね一応なんか上場してるようですね五か所でうん。マーケットこのうん一、二、三、四、五か所かなはいえ手札だ,だねうんはいということでね円建て三点七ゼロドルと いうことで1週間でセ17%下落してますはいそれでは XLM 円建てからいきますかえ14円ですまあ昨日と変わりませんけどね、うん、上にはね伸びてきてるねはいちょっとドル建て一応見ようかなドル建てははいドル建てちょうどねレジスタンスですね うん、っていうこと思いますけど、ぶち当たってます。はい。えこれね、やっぱ下げ終わら,終わらしたのかなね終わらした感じも見えるんだけどね、毒だて、昨日あ、前回のね、動画で言ったように、うん、この安値、ここです。ね、うん。2023年、2023年、1月の安値。うん ここまでね、うん落と、大体落としてきてるのでとね、言いましたけど、まあ大体落としてますよね、うんはい。ということでね、終わった可能性がやっぱね、高いね、これはね、XLM。っていうふうにちょっと見てますけどね、冷やしでも、うん、ドル建て、RSI、うん、いい感じでこうね、うん、今、こうくぐってきてますね、黄色が、あ紫が。うん 形も別に悪くない。低空飛行からこうガーってきて、ね、ジグザグジグザグ動いて上にワーンって抜けるみたいな、うん、感じにはなってきてるので、ね、言うことはないですね。はい。まだまだ上に行ける余地があります。はい、それでは円建てのリップル、えー、75円です。えー、ドル建てのチャート見ていきますけど、0.47ドルと。 いうことでね、ついに本日、皆さん、XRP じゃなくて、<laughs> SEC リップの裁判終了になるかもしれない、そんな日です、はい。早ければっていう話ですけど。ということでね、まあ明日になればね、うん、まあ夜になれば、何らかのね、うん、チャートに、うんえー、終わったか終わんないかのね、うんえー、何か出るんだと思います、チャートには。ね、うん、終われば、 バーンって上にね、このまま行くようなね、チャートがどこかで見れると思います。ねはい、ということで、ね、まあちょっと期待したいとこなんですけどね、うん、まあ今日終わらなくても、うん、近いです、終わる日はね、はい。まあね、今日終わってもらっていいよって思ってます。RSI <laughs>、えー、見ていくとね、うん、まだ全然上に行きれる余地ありますね。はい、直近ね、 1>, えー、1、2、3、4、5、うん、5日連続で、えー、緑の、ね、キャンドル作ってきていて、珍しいね、うん、強い上昇をね、ちょっと見せてますね。<laughs> はい、ということでね、まあ、ちょっと期待したいところですね、今日終われば、うん、まあ明日の朝にはね、うん、こういったね、まあ、チャートになってるんだと思いますよ。<laughs> ね、はい、ということで、えー、期待しておきましょう、楽しみにしておきましょうということですね。 はい、ええー、朝の動画は以上になりますけど、ええー、よかったらね、また続き聞いてってください。また明日会いましょう。ええー、では失礼します。